いや、でも、そんなこと言ってられないんですよ、渡辺さん。何ですかドラマが発表されました。ああ、そうですね。ありがとうございます。え、日本テレビ1月期新ドラ、先生さようならですね。おめでとうございます。ありがとうございます。うちらはちょっと、どんなお話なのかを。はい。いわゆる、もう、ラブというか、キュンキュンというか。おなるほど。教師と生徒の、うん。恋というか。わ、ちょっともうそれだけでドキドキする。ちょっとね、禁断な部分もある、あるんだよね。だから。 あの、俺、教師の部分もやるけど、うん、教師がメインなんだけど、うん、でもその教師の過去の自分の学生の時も自分が演じてんのよ。あ、そうだよね。うん、うん、だから、ちょっと制服着たりとかしてます。あらあれ <laughs> ちょっとなんか、<laughs> その辺もね、ちょっとね、まあまだ多分、 制服を着てる姿は多分公開されてないと思うんだけど。うん、たまにさ、その雑誌の取材とかでさ、制服着る機会とかあるじゃん、うん、衣装でね。まあまあ、ね。まあ、その時に、まあ、一番渡辺さんがちょ、俺もう制服無理だよっていう言ってるイメージありますけど。そうそう。だからさ、なんか、雑誌の企画とか、<laughs> うんうん、バラエティとかでさ、着るじゃんよ。あるあるある。まあ、ちょ、わけが違うと。それで笑ってもらえるコンテンツならいいんだけどさ。うん。まあ、今回ガチですからそうなんですよ。だからちょっとその辺はね、あのー、結構シビアに、 頑張って高校生を<ー>全力で演じましたいやちょっと今のだけでもこれどうなってるのかなって楽しみなポイントがいっぱいありましたけど。うん